待てよ、俺最高のカスタム考えた。先読みなし、レバブルオン、かぐや様ドキもなしです。でも何も起きない、突然震えるバイブ、いつどの瞬間バイブするかわからない、これが多分最強仮想だと思います。先読みしないからもう全ての保留がバイブの可能性を持つと。あのユニコーンの場合その先読みしないっていうのがないんで、あのカスみたいな先読みでね、あのワンチャンっていうのもありましたけど、先読みやっぱゼロがいいですね。これまんま北斗無双4の打ち方なんでこれだ、ぶつけてしまった。入賞時に下手にチャンスを作る必要性がない。おお、来た、来ましたね。1回目でも70%ありますからこれ。はい、ありがとう。レバブルとかは入れてないですよね。はい、はい、あ、入れてなかったかな。入れてな、ないですよね。紫、頑張れ頑張れ、当てましょう。こういうやつ、あ、当てたら人間ちょっと元気出ますから。元気出る、はい。お、なんかすげえ光ってる。これ光ってるぞ、釣らせたいゾーン。あ、それ3台です。3台よ、釣らせたいゾーン。紫から緑になったんだが、どういうことだ。なんとかゾーンって3台で見ました。おお、中吉おいおい頼むよ。多分ここ光ったのは相当強いと思いますよ、ね、ただ紫から緑に変わってんすよ。どういうこと。で落ちると、落ちないんだ。あら、でも弱いやついった方が僕さっきから当たってますからね。あ、ラッキー、後輩もんでございます。やりました、肉のカーテン、ありがとうございます。さあ400回転です。401回転、右取りたいですね。215投資、右取るぞ。別にみたいなやつ来いよ。うわ、来なかった。お、金だ。俺金出てるけどブロックない。ダメよ。あ、後ろがハートになった今。え、ふざけんな。わお、ふざけんな、いい加減しろよ。あ、でもレバブル占有率は 70% だからもしかしたらこれ通ってるかもしれない。はい、なんか最強リーチっぽいの来ました。おお、絶唱っぽいですもん。だって、ああ、ああ、まあ、これが当たればレバブルの、まあ、30% をくぐり抜けたってことですね。ああ、お願いします、地下にお任せ。進んだよ。ああ、おお、おめでとうございます。素晴らしい、よかった。よしよしよし、いいぞ、ゲットゲット。さあ、ラッシュをどうカスタムするかじゃないですか。いや、カスタムはだってカスタムはテツさんの仕事だから。あ、そうですよ、何も考えないですよ。わかりました、とりあえず当てましょう。カスタムの話する人、はい、初めてだよ、共演者の中で。カスタムの話しかしてないからテツにはすごいよ。このリーチバカ長いっす。長い、2人目やってます。赤、
お、キュイン、いきなり当たった。なるほど、ありがとう、はい、ありがとうございます。いいよ、当たりました。すげえな、これやばいぞ。初当たり3回目、さすがに3年2年なんで、ちょっと5、6年は欲しいですね、うん。あ、やっぱ俺自分が格言取れるって決めつけてた、うん、そうですよね。まだ分かんないです、数だから。あれ、俺格言、これ、あ、格言入ってた、数だと届きます。急揃いは格言なのか。あ、またまたこれです。まさか2人が一周とはどうすっかな。先読みを入れとくとテンパイが一応読めるんだよな。またカスタムの話、多分僕はやっぱりさっきの赤、赤い、赤い貼りました。デバブルオフ、それなんかすごいの起きたんですか。赤、赤の貼っただけ、カットイン。あ、でももうレインボーになってます。あ、レインボーだな。あ、そうです、これはそうでしょう、当たり前でしょうよ。ほら、やったぜ、かぐやの勝利。僕はオールオフのこの子にしました。次こそはアップだよ。でも結構普通に簡単に当ててますよね。そう、なんか何なんだろう。ちなみにあの、はいはい、ヒーローなんとかっていうあの半減刑になってるバラエティコーナーあるじゃないですか、はいはい、確定出たって騒いでる少年がいました。はい、あそこ強いらしいよみたいですね。バラエティ強みそういいね。いいっすよね、うん、今ほらどこ行っても北斗カバネリブブブジャグラーみたいなイメージあるから、昔みたいにバラエティ関東してますみたいなお店少ないもん。いいお店だけどね、皆さんね、これね言えないんですよ、探してください。ただ僕は昨日サウナに泊まりました。すごくそこもいいサウナだったんですよ。ジュンちゃんサウナ好き？まあまあ好きです、最近は特に。次またこの辺で収録あったら行こうよ。あの行きましょう。うちの入浴で帰れるから。行きたいです。行こう行こう、はしごしよう。はい、はしご、うん、あんま聞かないんですけど。サウナはしご、やったこともないですし。俺もない。そりゃないよ。ないっすよね、常人のあれじゃないもん。びっくりした。ヒゲさんは、じゃあ3セット目はあっちでとかやんのかなと思って、ね、狂気の沙汰だよね。金もったいなと思って、さあラブゾーン入りました。44、ちょっと俺ね言った通りさ、ラブジョーをあんまり知らないから反応薄くてごめんね。で見せ場です。はい、どこでもチャンスを引き、あのチャンス引きは75%でしょ。はい、見せ場はもう諦めましょう。見せ場はね、でもさ、バラエティーを押す店だったらだよ、はい、ラブ嬢とかもちょっと期待できそうじゃない。まあ信頼とかやっぱ比較的あると僕は思ってます。はい、3枚。まあ今信頼の扱いって店によって結構分かれちゃうからな。まず機械代回収みたいなお店もありますもん、結構あるしな。ちなみにね、はい、俺今日の店昨日の夜来たのよ。はいはいはい、モンキーギャンギャン動いてたし、初当たり結構取れてたよ。へえー、扱いいいんでしょうね。ある程度ベース高そうだなぐらいの初当たり確率になってたよ。さあこちらもラブゾーン店前です。昨日がモンキーなら今日はラブジョーじゃねえのか。いや、モンキープラスラブジョーみたいな可能性もありますか。ラブジョープラスマジハロープラスケージじゃねえのかこれ、この6台。ゼロじゃないですよ。ラブジョーの2代目からだな。あー2代目からか。隣の子が今360。え、終了後レインボーブリッジ行った。え、レインボーブリッジって全長じゃなかったの。
あ、レインボーブリッジ AT の子、うわ素晴らしい。これ天国か、柵踏んでからなんだのような気もか、 AT 終了後のあれなのかどっちか、ちょっとすいません分かんないです。ただ AT 終了後からもうあのこのステージやったから、これ6の可能性あるんじゃないかな夢見てる。これチャンスゾーン終了後の抽選じゃないかな。さあ持ちメダルで当選。今日はでも協力して会社の対応を攻略するんでしょ。あ、違いますよ、ヒゲさん。ねえ、取り打ち最高。さあ、114ゲームで AT、今、チャンス目150枚、でかい、超でかい。チャンスを失敗したと結構設定差あるよ。ありますよね。0.4% と 1.6% とか。多分、天国も差あるんで、何にせよいい挙動だと。いいよね、そこで当たるのは。はい。さあ、230枚持って、揃って前、シングルか。230枚取ったの。はい、いいじゃないですか。ありがとうございます。頼もしい乗り打ち。いや違いますよ池さん。でもくしくも関西関東の実戦両方とも同じ大対決なんだ。ああ、確かに。え、向こうかぐや様、かぐや様でしょ。あ、そうなんですか。テキさんもかぐや様なん。そう、これ皆さん見応えあるんじゃないですか。見応えある戦いになればいいですけどね。するの。向こうは2人だけどこっち3人だからあの真ん中の男の子にはカメラないんです。なんか引いたら俺シャメ殿でいろいろ触る代わりに情報を教えますって契約したんだ。このあとアフターどう。わあ行ってくれた。1個でもチャンスアップ出れば熱いよ。お揃いかぶせてくれボカちゃん。契約行こうか。それかぶせてくれ。あかん。ただ意外と成功します。どうだ。おしゃい。さてはお主モテ男だ。ありがとうございます。モカちゃん、モカちゃんクリア。4分の1ぐらいでご褒美ラッシュなんですけど、これすげえチャンスアップパターン。はい、いただきます。ご褒美ラッシュ。ご褒美ラッシュがどんなんかちょっとあんま覚えてないですけど、マイゲーム上乗せだったかな。あ、セクシーキューティーダイナマイトのやつや。懐かしい。レア役引いたらセクシーキューティーダイナマイトじゃないんで、セクシーキューティーダイナマイト以外で。ああ、ダイナマイト、ダブルバズーカやりてえな。いいっすね、夢じゃないですか。夢。最低5ゲーム、ここが最低かな。ダブルバズーカなんでもう言っちゃえばもう乱行パーティーみたいなもんですからね。あら、いかがしいこと言ってる。いやラストこうへんな。フンズホグレツ。いや、くわ、うわラスト来てた。続くこともありますせと。140枚からの、あー順調だな。順調です。いや鈴木雅之はやっぱ音量2にして聞くでしょう。よし、これ駆け抜けたらまず300発で終わるんですから。3点、3点、3点来たら激アツ。3点渡るでしょ。頼む頼む頼む。あ、マジかマジかよ。30切りましたやばい、ノーテンで終わる。うわ、駆け抜けた。駆け抜けか、マジかよ。まあエヴァでも普通にありますけどね。いやでも今じゃないでしょう。今じゃないですね。じゃあ通常でサイズカスタムに戻します。しかも僕3分の3でラッシュ取ってるんですね。うん、それがすごい。そうです。まあ持ち玉3000発です。お、レインボー。うわー、レインボーじゃね。いいなー。これレインボーじゃね。違う、明らかにレインボーですよそれ。いやでも今食いったね。めっちゃいいじゃないですか。イエーイ。ちょこちょこ当ててるところ横の大まくりじゃないですかこれありがとう
の女の人のこのポーズが、あー、これこれが、これこれがやっぱ生きてるよあれが生きてる、マジかよ、ありがたし。でもパチンコ数当てるよりは一発ドカンのが強いからね、いいですからね。最高じゃんこの台いいよ、面白い、割と気に入りました。はい、めちゃくちゃ気に入りました。あー、どうよ、あの最近のパチンコカスタムで結構その先読みを厚くするだけじゃなくて先読み切れるやつが結構あるんですよ。あー、はいはい、あれ結構好きなんですよね。先読みしないと当たんないっていう状況を回避できるんで、はい、いやすごい、本当カスタムに対する造形の深さが、俺何も考えたことない、何も考えてカスタムのこと、闘魂注入だ。ほら闘魂注入したぞ。ほら、バイブった。お、バイブった。素晴らしい。バイブ。オッケー。あれ、バイブカスタム入れてなくてバイブしました。はい。素晴らしい。うまいな、レンちゃん。うまい。うまいっす。だってもうそれで6000発ですよね。やりました。よし。いいぞ。最高。最高。最高です。よかった。よかったですね。ちょっと序盤ハマっちゃったんで。これで5万発以上出たらもう言うことないわ。いやいいな。ただそれで5万発とか出されると関東軍なくなるんですけどね。はい。陣地が。うわあ。うまいな。しょうがないしょうがないです。元気出てきたぞ。マンは超えろよ。うわ、早っ。そんな勝手やからこれ。これ伸びるパターンじゃん。ね。来た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 電子。ありがとう。7連目です。モテボーナスです。次当たったら何発っすか。そうですね。もう5万発出てくれ5万発出たらマジで帰るかな。一撃で5万いこう。最高潮の敵5万発いっちゃって、もういこう。早く終われって思えなくなってきちゃったなんか欲が出て本当に 2,3 万発出したくなっちゃった、うん、欲が出ちゃった。欲出ますよね、はい、正直、はい、残り5回転。あーやったー。あらー8600発、9300、でけえ。頑張りました。なんかそう考えたら僕エヴァが好きな理由も先読みがないからな気がしてきました。 はい、あいつもないんですよ、シンプルモードにすると。これってカス引いたら時短つくんですか。つきます。100回転の。1回もカスがない。ないですね。僕3回引いて、奥さん1回引いて、4分の4で右入ってるんで。信じらんない。信じらんない。僕なんてさっきだって急図柄、俺ノーマル図柄だと思ってて、はいはいはい、昇格演出飛ばしたら気づかなかったからね。入り口入ってすぐのところにさ、はい、からくりが置いてあるんだけど、はい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 、あそこに全然人が行ってなかったんだよね。そうっすよね。あんな目立つ場所でカバネリ以外どこに人行ってんのかわからんかったっすよ。ほんと散ってました。パチンコもジャグラーも。あ、ジャグラーはね、かなりの人が行ってた。だから多分みんなも狙いつけれてないんやと思うんですよ。ほとんどの方がでもジャグラーはマイジャグ座ってたよ。でもマイジャグ以外も多かったっすよ。多かったってことでもねえか。
ちょぼちょぼと。でも毎着がじゃあ全部埋まってるかって言われるとそうでもなかったです。そんな中ラブジョーは200後半番号で余ってましたからね。ただちょっと周り弱いかな、モンキー含め。さあアフターデッドチャンス、チャンス目からです。導入2周目ですけど、モンキーもラブジョーも最高枚数はラブジョーの方が多いですね。真ん中の方が8000枚も最高枚数出てるんで。チャンスアップなしやけれども、マリチュー、あ、俺のマリチュー、マリチュー、オーレイ、僕のマリチューです。ちなみにマリチューはチンアナゴが好きです。うえー、チンアナゴが上ちゃうんですよ、はい、ラーメンとチンアナゴが好きです。変なの2つあるのが多分普通のパターンかな、1個だけなんかな、チャンスアップかな、よいしょ、上乗せ。まあまあ大体こっちですから。ジローちゃんの台過去最高枚数何枚ですか。8474。じゃあ2台8000枚出てんだ。が3日前、意識したことねえっすわ、過去最高枚数なんて。本当に、はい、スマスマ入れるとやっぱ出る台多いからさ、あの長く打って、まあ、万枚超えてるとかこの時期に超えてるんだったら設定使ってるのかなみたいな。ああ、何やこの時チャンス目のあれでもなかったけど、うわおねだり来た、おねだりチャンス、言われたやつ引くだけ。今回のおねだりは、あ、ハートおねだりだけか。ブドウまでおねだりされたらね、あーダメ、あ、チャンス目なんか。ビップボーナスゲット、まだ残り4ゲームあるよ。あ、シングルなんかね、チャンス目じゃない、うえ、ビップボーナス2つ目引けるよ、めっちゃうまいじゃん、ほい、あー、ブドウが、あと2ゲーム引け、あー、ダメか、素晴らしい、ビップボーナス2つストックです。キャストの皆様、ジローちゃんはおねだりに弱いですよ、おねだりしてください。おねだりされたら、はい、それ持ってきちゃうからな。女性ライター陣の皆さん、おねだりしてください、ジローちゃんに。てめえらにはやらねえよ、うわー怖い、急に怖いてめえらにはやらねえ、意味分からんすけど、ドレス着てきて30ゲームの疑似ボーナス。でもさ、でもさ、そのもしさ、設定がこのラブ城で使われてないとしたらだよ、はい、1週間と8日でさ、はい、もう8000枚2台出てるぐらいパワーポテンシャルあるんだよ。確かに、やっちゃおう俺。1回目のビップボーナスでは何もなし、こうやってキャスト見たら全然みんなキャバ嬢っぽくないな。そうなの、女優さんたちね、ただの綺麗な人たち。髪の毛とかもみんなやっぱ暗いっすね。詳しいですね、夜のショーに。いやいやいや、ちょっと待ってください、ね、まさか完全にあの通ってたら通ってるって言います。帽子を深くかぶって、あの別に恥ずかしいことでもないと思ってますからまあでも清純派正統派で売ってるからな。キャラ作り大変だよな、もうそういうのはね、やっぱり北隠しにして生きていかんと。245ゲームで2回目のチャンスゾーン、また見せ前。武道サード声20万、レア役引けばいいのね。とりあえずお隣さんめちゃめちゃ大事な 50%、 僕の左隣モンキーが。モンキーターンやっぱりね、面白かったな、モンキーターンだったな。それ以上でも以下でもないっすね、モンキーターン、ちゃんとモンキーターンだった、それでいいのよっていう、まあ、北斗でそれを思った人も多いんでしょうけど、僕はその4号機知らないですけど、
これでいいのよじゃないですけど、昔流行った機械そのままプラススマスロの性能をつけましたみたいな台が今流行ってるもんね。多いっすね。チャンス目からいいね。50枚それで言うとラブジョーもそうだもんね。はい、6号機ほぼそのまま。横のマジハロ8もそうよ。めっちゃマジハロっぽいもん、ね、あーなるほどなるほど。合計上乗せ70枚。チャンスと僕は全部通常なんだな俺。なんかオール設定バトルで打った時はチャンスゾーン終わった後にまた上の状態にいてバンバンチャンスゾーン繰り返すみたいなのが上の挙動だったけどね。それで結果チャンスゾーン確率が軽くなるみたいな、はいはいはい、そう考えると私はちょっと運なところがあるんですよね。この段階で資産も何も出ねえし、ハート揃いの次に強いのがレアブドウ、最強ブドウ、最強ブドウ、はい、斜めの斜め揃いね。なんかでも斜めじゃないパターンもあるらしい。へえ、分からんって。それデメで分かるの。いや分かんない、その引いたこともないですけど、中段揃ったら分かんないじゃんね。下段とかに止まんのかな。どうなんでしょう。でも斜めじゃないのもあるよとは聞きました。それ目押しがとかじゃなくてなんすかね、押した場所で。748枚終了です。わー、デフォルト開くない。お疲れ様です。お疲れ様です。あ全部か全画面なんですけど。全画面顔ですよただ本体はここだあそこ本体だったんですね、はい、でこっちなんですけども、はい、次郎ちゃんと同じ機種を取りまして、はい、座った機種が寝台のラブジョー3です。ラブジョー3、はい、スロットですよね。スロットのラブジョー3。今んとこどんな感じですか。いや今ピンチなんですよ。え、次郎ちゃんがもうキャストを1人落としまして、はい、僕も男として負けてられなくてですね、はい、どっちが落とせるかの勝負を今してまして。あ、その出る出ないではなくて落とす落とさないの。出る出ないあれおかしい、パチンコ番組、ままま、はい、落とす落とさないの話なんですね。いやそうなんですよ、もう男として負けられない戦いが今始まってしまいまして。なるほど、はい、こっちはこっちで沖さんが横でずっと蚊のさ泣くような声で喋ってんですよちなみに当たりは取れてるんですか、かぐやは。あ、取れてます。僕も旗手で3回取って3回ラッシュ入れてるんですけど伸びないんですよ、うん、2連とか3連ばっかで。あ、まあね、うん、で沖さんが今1回当たって、今9000発ぐらい持ってます。あ、じゃあ出玉としてはトントンぐらいですか。そうですね、沖さんが4000発ぐらいプラスですかね。へー、で僕が、まあ、今のところまだ先発ぐらいプラスみたいな。じゃあもう関東終わりっすねいやまだ分からない、まだ分からない、まだ前半なんで分かんないんで任せてください、はい、俺も約束します。5人は落とします。5人は俺5人落としますじゃあ落としまくってください。はいはい、よろしくお願いします。この後も頑張ってください。頑張りましょう。ありがとうございます。お疲れ様です。そうですね、向こうはもうなんか今日よく分かんないですね。はい、こっちは一人死にかけてますし向こうはなんか出る出ないじゃないって言ってますしね。まあ、ぜひね、この視聴者の方もチャンネル登録を解除せずに最後までぜひね、ご視聴お願いします。はい、関西の方と電話したんですけど、うん、どうでした。向こうは次郎さんもヒゲさんも、うん、スロットに座れたそうです。ほうほうほう、ラブ城に寝台の。でもなんか出る出ないではなく、うん、何人落とすかの問題だって言ってました。あ、そっちに逃げたかなるほど、バラエティにね、バラエティ逃げたかバラエティ方面に、はい、こっちはガチですから、はい、さっきとカスタムは変わってないですか。バレー入れてます。ブルーバレーだけを入れます。バレーだけ、はい、先読みチャンスをやめました。なるほど、
あの先読みチャンス切ってるとバレの信頼度もちょっと落ちるみたいですね。あ、まあ、その分出やすくなるんじゃないですか、ね、はいはい。この子がかぐや様なんですね。この子はかぐや様ではないです。違います、違います。なんかあれですね、なんとなく話は見えてきました、はい、こうお互い好き合ってるんですよね、おそらく、まあ、あのこの手のライトノベルみたいなやつってのはやっぱキャラ設定が全てだって、はい、昔読んだ本に書いてありました。ライトノベルこっち系の話はまだストーリーはどうでもいいって。なんか売れるそのライトノベルを書くノウハウ本みたいなの出てるんですよ。でどうやってやってるのかなと思って買って読んだんですけど、ストーリーをこねくり回したところで絶対売れないから、ライトノベル書きたいんだったらキャラをこねくり回せ。あ、今ほぼトントンぐらいまで来ちゃいました。あ、24でしたっけ、投資215、あ、じゃあまだちょっとプラス、そういう気ぐらいかな。5万発いけば5万発いけば帰れますから。ジローちゃん、ちょっとですね、はい、向こうの関東実践の2人とあのちょっと電話してきました。はいはい、ありがとうございます。ちゃんと伝えてきましたよ。何をですか。ジローちゃんがもう1人キャストを落として悔しいです。何言ってんすか、2人っすよ、ええ、2人、はい、モテようやん、マジでマリチューさんも落としてる。いやー、俺のマリチューがあの野郎、何言ってんすか。いや悔しい、落とし返そう。なんか北斗の初当たり見ると、はい、すごいメリハリな感じにするんだけど、はい、どうな、まあ、ジロちゃんここで収録したことは僕ないです。あ、ないんだ、はい、あとカバネリはもう結構な台からドートロが出てるんですか。なんかこのお店朝一多分トロフィー出るお店で、うんうんうん、あの朝の段階からもう秋台一回初当たり引いて秋台とかあったんで、うん、多分カスタム用入ってるんでしょうね。そうだろうね。あの番号でカバネリ引いて初当たり1回でやめるって、うん、チャンスゾーンとかじゃまだ分かんないもんね、さすがに。次郎ちゃん言う通り、なんかカスタムの仕方にあるんだろうね、法則みたいなのが、ね、特徴のあるお店なんでしょうね。よし、店前じゃなくて頼む、コスプレ、せめてコスプレ。おい、もう1回コスプレ以上、あ、コスプレ以上じゃない、オールキャスト以上からの、あー、オールキャスト。でもオールキャストはもう随分熱いっすよ、こんなも外しようない。今回さ、チャンスゾーンの選択率にあんまり選択差ないみたいな噂聞いてたけど、俺と次郎ちゃんとかえらい違うけど、なんかね、でもあの振り分け出てましたよ。本当に、はい、あ、じゃあないね。ないっす、ないっす。ただなくはないっすけど、あ、俺店にすら入れてもらえないよ。僕はもう全員でお出迎え頼むぞ。 なんだ臭いんかな。練りコースにつけよう、お願い。いや、やばい、あと2ゲーム、うわ、毎ゲーム10何パーみたいな感じだからな。最終ゲーム、このカットインならモノタロウ、ブドウ、アルタス、うまいな、推しメン顔で迎えた、モカちゃんありがとうございます。167ゲーム、初当たり軽いぞ。広角好きだっけ。はい、レア役引いちゃえ、レア役。最近おっさんになってきたからね、練り香水持ち歩いてるんだよな。おしゃれっすね。やっぱりその加齢臭がちょっと気になってさ。ひなちゃん香水つける？好きです。でこのジョーの前だからちょっとつけといた方がいいのかなと思って。ひなちゃん、これちょっと匂い嗅いでみて、これ、はい、練り香水。こういうの好き？どう匂いとか。あー、爽やかなブルガリっぽい匂い。あ、甘いっぽい方が好き。あー、なんかもうちょっとエスニックな方が好きです。あー、スパイシーな感じの、はい、あー、わかる。でも俺これこんなの動画でさ、つけてるとさ、お前みたいなんか香水つけんなって言われる。うわー、厳しい。これピアスもめっちゃ言われるし。ヒゲさん、アクセサリー好きっすもんね。服のブランドとかもすごい俺怒られるよ。そうなんすか。ヒゲンジンがセリーヌってみたいな。いいじゃないですかね。なんかでもまあ分かるなと思って。嫌だよ。
裸で折れってことですか。裸で折れ、お前は布切れ一枚で折れと。まあでも遠くなった気がしちゃうんですかね、裸でいた人が。あ、だから服着て小島よしおさんとかが服着てテレビ出てると違和感あるみたいなもん。はい、タムケンさんとか、あの関西ではやっぱり、そうか、タムケンさんが、はい、東京のテレビだと服着てるんだみたいな。あ、そういうのがあるのかな。チャンスアップ1回出てます。はい、あれ変えよ、アンナちゃん良くない。直撃ある、お隣さん、うわ真ん中なら止まってる、あるぞ。うわ、おめでとうございます。ヒゲさんこれ、はい、6並んでます。あら、66ですか。はい、直撃結構設定差あるよ。大好きだよモカちゃん。なーにを思わせぶりです。3人の画面、みんなおねだりしたいだけなんだろうな。ねえ、結局、わ、ここでリア行く、帰ってこい。こっちゲーム遅いんちゃうかな。じゃあ歌舞伎町タワー屋上からよ。僕まだ1回も定格みたいなの行ってないですけどな。ねえ、はい、441。あ、ついに入れてくれました、オールキャスト。あら、お出迎え。これオールキャストどれぐらいの期待度なんですか、パーセント的に。期待度で言ったらどれぐらいなんですかね。8割ぐらいあるのか、星4なの。なんも危険、金ねえのバレたなこれ。演出すらほぼ電、ボタンゼロ。リプレイとかでも 25% あります、ね、ボタン押させて、ほんと1回だけボタン押させて、ラスト1ゲーム。ずっぽし、スルーです。あちゃー、あー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 、ビデボイコ、うわ、あ、悲しき男のビデボイコ、 VR で癒されようね。うわ、ヒロさん今クラブゾーン何回入ってます。2回じゃないですか。あ、それしか入ってないの。あ、3回です。6で120何分の1、1で180分の1ぐらいだから、はい、これ1に近いよ今のところ、何もいいとこなく3枚目。唐揚げ食べて、はだ、お、今なんか魅力が湧いてきた。あ、ほんとだ、いいことだ、いいことだ。朝いた、割とモテ男なんだよな。ありがとうございます。ご褒美多いよ、ご褒美。